皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回こちらのムック本です。ローラーシュレイ 70th Anniversary Book 開封していきます。はい、開封いたしました。今回の付録はレシートと小銭が分かれる長財布となっております。ローラーアシュレイというブランドはブランド誕生70周年記念ということで、今回のムック本ですね。1953年にローラとバーナード・アシュレイの夫妻によって誕生したブランドです。ブランド誕生当初はティータオルやテーブルクロスを作っていたということなんですが、現在では雑貨とか家具とかまで手掛ける世界的なブランドになっております。はい、それでは詳しくポイントを見ていきましょう。まずは外観のこの柄をご覧ください。ローラーアシュレイらしいと言いますか、美しいこの花柄ですね。プリントがとても綺麗なデザインになっております。表面の素材ですけれども、合皮素材が使われておりまして、触った感触はつるっとした、ベタついたりせず、とても触った感触は良き状態かと思います。でこのように、とても美しい花柄となっております。バッグから取り出しただけでも華やかな印象になりますよね。でこちらに、ジップの持ち手にこのストラップがついているのも一つのポイントですね。これはもちろん取り外しもできますので、簡単にこんな感じでつけて、ここに手を入れてですね、こう持つことができるということですね。さらにちょっとここを見てください。9月下旬にファミリーマート限定販売で、このスマホポシェットも発売されるとなっておりますので、同じ柄で合わせて持つのもいいんじゃないかと思います。楽しみですね。そして外観もう一度映しますと、こちら正面上から見るとこんな感じで、横から見るとこうですね。で角の部分はこんな感じで、下から見るとこのような仕上がりとなっております。そしてサイズなんですけれども、いくつかムック本のお財布持ってきてみました。まずはリトルミーさんの、これちょっと小さめサイズのお財布でしたけれども、これと比較しますと横幅に関しましては、若干リトルミーさんの方が大きいですかね。ここですけどもね、ちょっとだけ大きいです。でこの高さに関しましては、リトルミーさんちょっとこの持つ幅が狭かったので、こんな感じでちょっとだけこっちの方が小さいですね。そしてロベルタ・ディ・カメリーノと比較しますと、横幅は、ほぼほぼ同じか、ちょっとだけでもローラ・アシュレイの方が小さいですかね。であとはこの高さですね、こちらの高さに関しましてはほぼ同じということになっております。さらにちょっと大きめサイズのモズさんのお財布と比較しますと、横幅はやっぱりちょっとモズさんの方が大きいですね。でさらにこの高さも、これくらいやっぱりモズさんの方が大きくなっております。ですのでこれまでのムック本のお財布、通常の普通のお財布と同じようなサイズだと思ってください。特にこの横幅が小さめとか、こっちが小さめとかいうことはありません。それではお財布開けていきましょう。ジップはこのタイプが付けられておりまして、動作は角の部分も特に問題ありません。スムーズに動いてくれます。で中ご覧ください。このような蛇腹式のカードポケットを備えた、ガバッと90度以上開くお財布です。この内側の生地はポリエステル生地が使われておりまして、ちょっと茶色系の色になってますね。ブラックではありませんのでご注意ください。それでは収納を見ていきましょう。まずこっち側からいきますね。ここにはガバッと開く大きな小銭ポケットですね。よくあるタイプです。後で小銭入れていますけども、非常に使いやすくなっております。そしてここにですね、隙間がありますので、レシートと小銭ここに一緒に入れると、ここから出てきて分けられるタイプのお財布になっております。でボタンポチッと閉じますね。でここにマチありのレシートを入れるスペース、お札ももちろん入りますけど、このスペースと、でさらにその横に、ここマチなしのこのような収納スペースがあります。こうですね。でさらにその横に蛇腹式のカードポケット 1,2,3,4つが3列なので12ポケットあります。でその横にまたマチありの、ここはお札ですかね、お札とか入ります。でさらにその側面のここにですね、カードポケット、蛇腹タイプではないカードポケットも装備で、さらにその裏側にも装備されていて、ここに8枚入るという仕様ですね。でそしてここにもまたマチありポケットがありまして、
で、ローラーシュレイの70周年の特別ロゴがプリントされております。でさらにここにも収納があるということで、これはかなりの収納力となっております。これまでのお財布のいいところすべて詰め込んだかのような、はい、そんなスタイル仕様になっております。それではお金入れていきます。まずお札3枚持ってきましたので、お札はここですね、ここに入れるかと思いますので、はい、入れますとこのような感じで収まります。横幅の余裕はこれくらいありまして、まあ、出し入れも余裕ですね。もちろんこっち側にも入りますし、あとこの奥のここにですね、入れておいてもいいかと思います。はい、ここにも入ります。でさらにここでもいいですけどね、はい、待ち針のこの横幅のあるポケットは3つありますんで、はい、こんな感じになります。そしてカードポケットですけども、蛇腹タイプはここに縦にこう入ります。でこれくらいはみ出してますので、どのカードかというのがすぐに分かりますよね。でさらにカードポケットはこっちにもありますので、ちょっとこっちも入れてみますね。ここの横に入れるタイプのここにも入ります。でここはですね、ちょっと固めな印象のカードポケットなので、一つのカードポケットに1枚ずつしか入らないかと思います。ちょっとここ固いですね。そして裏側のこっち側にも入れることができますので、ここだけで8枚入れることができます。でここはよく使うものを入れておくとして、まあ、それ以外にあまりこう出したりしないものはここに入れておくといいかと思います。はい、カードこんな感じで入れてみましたけど、やっぱり蛇腹タイプ非常に抜き差しもしやすいし、探しやすくてとっても便利だと思います。はい、続いて小銭入れてみますね。全種類合わせて55枚持ってきましたけれども、まあ、ここに入れると下からこうくぐっていって分けられますので、レシートちょっと今省きますけど、ここ入れますね。はい、15枚入れてみました。そうしますと、ここ開いた時にこっち側にこのように流れてきてくれます。ただし今これ分かりますかね、500円玉が今引っかかってこっちまで落ちてこない状態になっております。500円玉は手動で分けなければいけないお財布になっております。そしてご覧の通り、小銭入れがとっても広いので、探しやすく取り出しやすくなっておりますので、レジ前でもたつくことはないと思います。でこれをパチッと閉じて、こんな感じですね。そんな感じで小銭、そしてカード、お札が余裕を持ってたっぷり入るお財布になっております。その他ここのスペースもありますし、まだこことここにもありますんで、チケットとかですね、あるいは通帳をここに入れたりとか、まあ、ここでもいいんですけども、入るお財布になっております。そして大半の方は入れないとは思うんですけれども、アルフォートが入ることを念のためお伝えしておきたいと思います。はい、ということで一通り紹介しましたけれども、この外観の花柄ですね、とっても上品で豪華なお財布になっておりました。それでは最後に簡単にいつものコンビニで使い勝手を確認して終わりたいと思います。あ、店長こんにちは。今週も来ましたよ、長財布買ったんでちょっと使ってみようかなと思いましてね。そうなんですよ、先週のリラックマのお財布ですよね。はい、あれがまた小銭漏れて大変でしたよね。そうで、小銭出そうと思ったらポロンと行っちゃって、店長ダイビングキャッチしてくれましたもんね。さすが元プロ、全然衰えてませんね。はい、あ、で、あのお財布は取り替えてもらうことになりましたので、はい、取り替えられたらまた店長の方に報告しに行きたいと思います。で、このお財布大丈夫だと思いますので、今日ちょっとお買い物していこうかなと思います。何かおすすめありますか？あ、こちらですか。ふんわりオムレット、まろやかバナナ。あ、こういうのあるんですか。おいくらでしょうか。350円。わかりました。では350円を支払うとなりますと、はい、ここカット開けまして、カードでのお支払いはここからスッと抜き取れますので、このカードポケットですね、すごく便利に使えると思います。で、小銭に関しましては、ここパカッと開けまして、このように見やすくなっておりますので、350円なので300円と、あと10円玉を、345ですね。はい、じゃあ350円ですと、こうお支払いできたりとか、あとお札だったら、ここですね、ここからスッと抜き取れますので、こんな感じでも使えますね。長財布は非常にやっぱり使いやすいですよね。はい、で、こんな感じでお支払いをして、はい、ブルボンは無料ですよね。
はい、無料ですのでこの350円が戻ってきますので、それはここにですねレシートと一緒にここに入れておけば、ここに、はい、こんな感じで戻ってきますんでね、はい、このような使い方になります。たまに10円玉今引っかかっているように見えますけれども、それはここのこういうところがちょっと2箇所ありまして、ここに引っかかることはありますけれども、ちょっとずれれば10円玉は問題なく入ってきますので大丈夫です。そしてこのように閉めまして、お会計完了となります。あと店長すいません、これ今日すぐここで食べていこうと思うんですけれども、アルコール入りですよね、洋酒使用、お子様とか運転時などご遠慮くださいってあるので、ちょっとやっぱりこれはやめ、ブルボンを買うと代行が無料、タクシーでもいい、何でも無料。そうだったんですね、わかりました。じゃあ代行手配してもらっていいでしょうか。はい、じゃあちょっとこれいただいて帰りたいと思います。はい、あ、店長今日はどうもありがとうございました。また来ますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとコンビニ長居しちゃったんですけれども、はい、非常に使いやすいお財布になっております。長財布ですので、まあ、特にこれまでのものとそう変わりはないんですけれども、レシートと小銭が分かれるっていうのは便利なポイントかと思います。そしてちょっと付け忘れましたが、これですね、ストラップ付きですので、はい、このように持っておくと、はい、落とさずに済みますので使い勝手も良くなっております。長財布はこれまでたくさん出ておりますけれども、これまでのお財布のいいところがこう全て詰まったようなお財布になっているかなと、特にこの中の機能面はですね、そんな感じがしましたので、とてもおすすめのお財布となっておりますので、気になった方は早めにチェックしてみてください。ということで今回はローラーアシュレイ、レシートと小銭が自動で分かれる長財布紹介してまいりました。最後までご視聴ありがとうございました。今回のお財布いいなと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。